さ、一応竹林の方に来てはみたんですけど、どう？あ、まだ姫ちゃんいるじゃん。今日声かけてみたらいいのに。いつも隠夜れるのような、竹なんだ林かのんだ。中に色の白い女の子の姿があった。竹林の真上の空には大きな丸い満月が出ていて、夜風に吹かれたちぎれ雲が東の山の頂へと静かに動いていく様が見えた。やはり姫は本物のかぐや姫なのかな。月に私は帰っそんちなゃうことをの？考えていると、あ、動いた。やべ。あれ？ボク君どうしたの？見つかっちった。見つけたー。 見つけたー。姫ち最ゃん近は、うちの家お金がないらしいんだ。何急に。そうなんだ。そうなの？どうやら智子はなくしたものをあそこで探していたらしい。定規セットなの。定規絶セッ対にト。この辺で落としたんだ。でもなんで昼間のもっと明るい時に探さないの？だって昼間だとうちのお父さんがすぐ隣のこの郵便局にいるじゃない？ああ、まあ、そっなか。くしたことが分かっちゃうし、心配かけられないから。言ったらいいのに。ねえ、まさか私のことを本当に夜竹の林の中にいるかぐや姫だと思ったの？思っちゃった。そういうわけじゃ な思いっけちゃっど、た、ちょっとだけ。だって秘密基地にいる子供の人数が合わないって大人が言ってたし、この島の子供の誰かが謎の秘密を持ってるのかなって。その話あまり深く考えない方がいいよ。え？どういうこと？どうしても。どういうこと？今日は一緒に探してくれて嬉しかった。でも何も見つからなかったけどね。僕昼間にまたこの辺を探してみることにするよ。ありがとう。じゃあね。不思議だな、姫ちゃん。でも多分あまり考えない方がいいよって言ってたのは、豆ちゃんのことかな。姫ちゃんは知ってんのか、豆ちゃんっていう存在が本当にいるものではないって。多分そう思ってるから、大人が見えてないのは豆ちゃんっぽいもんね。それに姫ちゃんは気づいてんのか、お出てんじゃん、風呂。夜の海で波の音を聞いてると、なんだか眠たくなってきます。タタママ寝てたんだろ？さっきタタママ少し寝てたんです。あ、もしかすると私って変ですか？クソガキだな、本当に。まあでも、卑弥呼が風呂出たってことなので、ちょっと風呂入ってこようかな。姫ちゃんっていう存在すごい不思議だな。あ、僕女の人とお風呂に入るの好きなんだ。もう、この夏休み中にいらんこと覚えたな。お母さんと一緒にってこと？そう言わないと勘違いされるぞ。いや、確かにな。あんま言わない方がいいかもな。小4だから許されてるとこあっからな、それ。なんかね、通してみた感じ、最初豆ちゃんが不思議なのかなと思ったんだけど、まあ、豆ちゃんも不思議は不思議なの。謎めいてるから。でも同じぐらい姫ちゃんもちょっとわかんない、あの子。でもなんかすごい、まあ、小学6年生っていう、まあ、結構お姉さんではあるから、いろいろ子供たち同様に虫で騒いでるだけじゃないんだろうな。おそらく、あ、75号のとこ行ってない。75号のとこ行ってない。通い妻だから僕、いっぱい思うとこがあるんだろうな。ちょっと物をなくしてね、お金ないっていうのも、あ、眠なってん！眠なって！ くそ！さあ、ボク君、75 号ごめ絵ん。日記書いてさっさと寝ようね。おばちゃん、おやすみ。おやすみ。虫相撲博士。虫相撲の勉強終わったよ。そう、いっぱい教えてもらったんだよね。ご苦労様でした。いや、ほんとみんながね、毎回教えてくれてたから、実は。カットしてるけど。思い出しそうや。かんぴょう巻き、鍵、おにぎり、蔵。多分、蔵なんじゃないかな。かんぴょう巻きは、だって言ってもお姉ちゃんのでしょ。かんぴょう巻きだっけ？違うんだよ。多分やっぱ白屋さんちの蔵だと思うんだけどな、鍵。探していたのは、全く人騒がせな話だったね。いや、全然全然。とも子姫が探していたものは、定規セットね。言えないんだろうな、大人に。
大人からすると、まあ別にお金ないお金ないは言うよ、確かに。言うけど、定規セットぐらい全然買える。買えると思うけどな、白屋さんちだって。なくした時は言ってほしいよね、本人が困るんだったら。いやでもそれを考えちゃうお年頃なのかもな、大人だな、姫ちゃんは。ついにもう誰も起こしてくれなくなった。もうそろそろもういいわ、もういい、誰も起こすな僕のことを。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。もう誰も信用してねえし。でも今日もね、ちょっと行ってもみたいんだよな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。白屋さんちが蔵の中のものを寄贈するって話、うん、そろそろだって。あ、そろそろ持っていかれるってこと。うん。寄贈って草原に住む動物の仲間ですよね。黄色いぞ。それはカピバラのことじゃない。え、そうじゃなくて、カピバラよりも腹減った。今食っただろ、お前。食べ終わったばかりでしょ。かわいいな、こいつ。でもまあ、ってことはそろそろあの鍵くれるんじゃねえのって。いや、何回あの鍵取りに行こうとしてんだって話なんですけど、いや、そろそろ鍵くれるんじゃねえのって思ってるので、あっち島行ってみるか。とりあえず鍵がないことにはどうしようもないもんな、僕も。豆、そういう星の巡り合わせなんだ。え、どういうこと？何のこと？夜誰かとどこかで会って秘密の話したんでしょ。うん。何事も偶然が大事ってことね。なるほど、横に姫がいるのに。そうだ、姫ちゃん三角定規も探さなきゃいけないんだ。じゃあ今日は6ね。うん。1、2、3、4、5、6。はい。あ、でも1個しかない。じゃあこの中から好きな数字を選んで。はい、これか。隣島の水軍の戸籍場。うん。古城のあたりはちょっと怖いけど、勇気を出して頑張っていこうね。どう？やっぱそうなんだ。でも鍵ないといけないもんね。この前はいきなりだったからびっくりしたよ。あんなところで出会うなんて、僕くんのこと水軍の幽霊かと思っちゃった。いや、こちらこそ幽霊だと思っていたんですけど。ともこ姫さんに極秘情報を聞きました。太陽くんは小学校に入るまで泣き虫だったそうで。あ、そうなの？あ、それがあんなご立派に育っちゃって太陽ったら。ねえ、さゆりさんもう戻ってこないの。うん、さゆりに会いたいんだけど僕。あ、そりゃおじさんに聞かれても全然わかんないよ。はい、聞けよ。お前連絡先とか聞いてねえの？この時代でも電話番号はあるだろ、言うたって。お前下手れだな、マジで。郵便ひげ、なんか貧乏なんだって。お金ないって聞いたんだけど。こんにちは、今日も絶好の郵便配達日和だ。さあ頑張って働くぞい。おや、ちゃんとお手紙を渡してきましたね。はい。じゃあこれは、え、おじさんからのプレゼント。あ、おじさんからのプレゼント、ジェットサイダーもろた、ありがとう。ねえおじさん、僕に手紙来てないかな。うん、残念ながら来てないな。来てないか。今は島並きみこさん宛てのものなら来ているけどね。きみこちゃん宛てのものなら。なんで僕、同じ家にいるきみこには来て僕には来ないんだろうか。あげるよ。あ、じゃあ頼もうかな。あ、ここめっちゃお手伝いできるんだ。なくしちゃダメだからね。うん、わかったよ。じゃあこれキミコに渡すか。ありがとう。いや、お金ないんだって。貧乏だって聞いた。三角定規セットも買えないぜっての聞いたんだけど。この辺で、じゃあ探してみるか。ヒメちゃんこの辺で探してたもんね。どっかにあるかな。ん？あれ？なんか落ちてるぞ。こっちにあったんだ。ともこの定規セット見つけた。よかったよかった。じゃあこれちょっと姫ちゃんに渡しに行ってくるか。姫ちゃんに渡して、で、ついでにキミコにも、ついでっていうかあれなんだけど、ついでにキミコにも、あ、その前についでに虫見に行こう。なんかいるかな？いるかな？お、いるんちゃう。やったぜ！いや、これじゃないわ。これじゃない、これじゃない。姫ちゃん、見つけた。この前いきなりだったからびっくりしたよ。あんなとこで出会うなんて、僕のこと水軍の幽霊かと思っちゃった。渡さねえの？ともこひなに極秘情報を聞きました。太陽くん、あれ？渡さねえの？全然渡さねえじゃん。あ、いいんだ。それはもういいのかな。また今度って思ってんのかな。あのお姉さんが都会に帰ったのって、本当の俺たちのせいなのかな。どうなんだろう。めっちゃ気にしてんや。
ちょっとわかんないよな。自分たちのせいって思いたくないけど、なんか父ちゃんの幸せを願うならっていうの多分あるよな、絶対に。太陽がいないな。75号。やっぱり子供たちの人数おかしいんだ。うん、もしかすると太陽が犯人かな。太陽？なんで？あいつは小さい頃から俺を騙すのが得意なんだ。そうなの。はぁ？さてと、俺様に何の用だい？いや、乗らないけど、嘘だ、ぴょーん。嘘だ、ぴょーん。まあ、泣き虫太陽にしてやられてたのかよ。それにしても腹の立つガキだな。うるせえ、じじいだぜ。そう、ちょっと今日は、そろそろ白屋さんとこの鍵盗めるんじゃないのかなと思ってるので、盗みに参ろうかなと思います。あれ？あれ？おじちゃん、仕事はどうしたの？うるさい。それどころじゃないんだよ。黄色い星かぶって。走った走った。何してんの？何その帽子？おっちゃん。でね、寄贈するって言ってたけど。どうしたんです？そんなに急いで。もう持ってっちまった。蔵の中のものですか？ん？なんか大事なもんがあるの。その中でどうしても我々にとってどうしても必要なものがあるんだよ。あ、おっさん多分この鍵が大事なんだろうな、おそらく。で走ってきたんだ。何あのヘルメット。浄水器の水を抜く。この鍵、え、何これ、なんでこんな名前なのかしら。まあ冒険もいいけど、あんまり危ないことはしないでね。はい、ありがとうお姉さん。ありがとうお姉さん。いや、もうおっちゃんおもろいんだけど、何この人本当に。あ、裸太陽来た。あ、いたいた、やっぱりここか。うん、あ、なんで父上がいんの。鍵はもう見つけたよ。じゃあ先を越されたぜ。見つけたよ。そうだろ。旦那に走ったのは、おっさんが走る姿ってなかなか見ないもんね。じゃあ僕ちゃん、太陽、頑張るんだぞ。はい。いや、おっちゃんおもろかったな。ヘルメットをかぶってまでここ来たんだ。泳いできたのかな。これじゃまで自分で行きますか。あ、一緒にビューンと行こうぜ、太陽。だったら一緒に行くとするか。うん。さあ行くか。やっと鍵も見つけたしな。しょうがねえな。また付き合ってやっか。ここまで来るのだって大変なんですからね。うるせえ、じゃあ来なくていいし。じゃあみんなで城の中に入るぞ。七人の力と心を合わせるんだ。ああ、合わせるんや。行くぞ。とか言ってね、みんな嬉しそうについてきますからね。このはしご降りて、あそこが結局鍵がいるから行けなかったんだよね。いや、気になるな。こう。でもなんか鍵の名前がおかしかったんだよな。水抜くって書いてなかった？いよいよその時がやってきたぜ。じゃあ、開けるよ。開けるぜ。お。お、何？うわ。洞窟みたい。あれ？何もないじゃん。いや、洞窟がまだまだ続いてる。先へ行ってみようよ。え、マジ？あ、みんな集まって僕の中に入り込んで、向こうなんかないの？なんか門消しとかありそうじゃない？この辺。大丈夫ですか？門消しとかさ、あったりしない？隠された門消しっていうのもあれ？ない。ないですね。じゃあ行くか。洞窟の向こう側ね。うわ、ワクワクすんな。え？大丈夫？この辺。進んでいって。これ一体何なんだろう？まるで排水溝みたいだ。でもでかいね。え、怖いな。多分子供からしたらワクワクしてんのかもしんないけど、アジムラいい大人だから今ドキドキしてるよ。え、大丈夫これ。え、こことかは行けたりしないもんね。ただ突き進むでいいのかな。ひたすら他の通路もないしな。ほう、え、何あれ、遺跡みたいなのあるよ。これ何？そしてみんな一列になるんでしょ。知ってる知ってる。ここずいぶん湿気があるね。これが最後の扉かな。なんかとんでもないことになるって出てるよ。どう、パクパクやってんの。開きそう。わかんない。じゃあ力を合わせて。お、いける。あ、その要領。よいしょ。みんな引っ張れよ。お、内田兄弟もよいしょよいしょ。女も手を貸せよ。よいしょ。すごい大きな株のワンシーンみたい。座敷わらしでも誰でもいいから、どこかにいるんだ
マメちゃんかな。あ、座敷わらしって私ですか。方向機扉開けを手伝う。方向機ってここでいいのかな。よいしょ。あ、子供の数が違うっていうのを初めてのこと言ってたよ。あ、開いた開いた。あ、そうなんだ。うわ、なんだこれ、なんだこれ。あ、水が、え、あ、え、大丈夫大事故になってない。大丈夫。うわ、みんな生きてるか。水出てきたんだ、怖っ。いや、痛いね。大丈夫、ジュニア。何が起きたんだ外の光が見えるよ。え、いや、もうべちゃべちゃ言うて、めっちゃ出たんだね、水。そうだね、鼻に水入るってなんか、ああ、ああ、何これ。うわ、まぶしい。あれ、あ、でもここ池だったよね。どこだっけ。お母さん待機してるし。なんだかよくわからないけど、なんだかよくわからないけど、うん、まあ、いきなり池の水なくなったからびっくりするような大人も。え、泣いてんの。え、大丈夫。あー、もうジュニア、ジュニア可愛い。無事でよかった。うん、そうだね、そうだね。あ、そっか。あ、仲良しになって。いや、まあ怖かったよな、子供からすると。だから言ったでしょ、あれは池の水を抜く鍵だって。なるほど、名前のまんまじゃねえか。なるほど。で、ここが開いて洞窟の中流れていっちゃったんだ。じゃあお前も早く帰ってくんだぞ。じゃあね、バイバイ。なんでお前がここんちの子みたいな感じになってんの。そっか、座敷わらしは味村だったんだ。いい大人だけどいいのかな結構でかい座敷わらし、お前らよりかはでかいはずだけど、でもどうなんだろうな。私言っても平均、小学校高学年の平均身長と同じぐらいだからさあんまり違和感ないと思うんだよな、こいつらの中いても。さっきすいません、池の水抜いちゃって。ほんとあんなことになるとはね。それにしても池の水を抜く鍵が本当にそうだったなんて、またまたびっくりしちゃったな。っていうか、赤ちゃんの件どうなったんですか。君ってやっぱりずっとこの子頭良さそうなんだよな。わん。でもなんかさ、もうこうみんなが初めてこう、なんていうんだろう、連帯感が生まれたというか、まあ怖い目にはあったかもしんないけど、すごく良かったな、最後ね。ジュニアも可愛かったし。なんだかんだみんな一緒にいたからさ、その怖いとこはあったけど、ごまかしてたんだろうなってのは感じるな。で、いざ怖い目にあって大人の顔を見たり、こうお兄ちゃんの顔を見て泣いてしまったりっていうのは、嫌な子供らしかったな、すごく。よかったな。いや、ちょっとは瀬戸内キッズとも仲良くなれたんじゃない、アジオも。もしかして橋の下行けんのか。いっぱい落ちてる、いっぱい落ちてる、もういっぱい落ちてる、いっぱい落ちてる。いっぱい落ちてる、拾って。これ拾って、お願いだから。違う、ズボンじゃなくて。これ何？ジュース瓶代。これはお金になりますよ。これは？ビール瓶。いいですね、お金になりますよ。ここから先行けないんだ。あ、でもここ、入って行けるんじゃない？あ、行ける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 、橋の向こう側に行った。もう道じゃない？ここだからこそ見つけられる何かがあったりするのかな。え、何ここ。え、なんか線路みたいなあんねんけど。え、挑戦していいですか。今ここで満タンになったから、ここ行ってみよう。あ、え、あ、ここに繋がるんだ。近道ができるってこと。でもこれ隣島の方まで来てると思うんだよな。なるほどね。了解了解。こういうとこがあったんだ。あ、いいじゃんいいじゃん。これ大事すぎない？広いぞな、これ。あ、スーパーワンワンナイ。これさえあれば、天下を取れる。僕のスーパーワンワンナイ。ダメだよ。ガチンコだね。怖っ。めっちゃ首挟んだよ、お前。ダバダバ先輩。スーパーカブトン、ゴン！みんなそれぞれ名前。うーわ、このスーパーカブトンが強いのよ、ほんとに。レベルとかはそんなにじゃん。でもマジで強いの。レベルとか関係ないの、スーパーカブトンに関しては。見てる、こ
その折ってやるからな、お前の。いや、強い。ダバダバ先輩はやっぱり強いな。悔しい。やれ。ハンキリどこで手に入れられんの。いやでもこれをやめろやめろやめろ。あ、あ、あ、ずるずる。グレゴリオズル復讐だ。もうカマキリには復讐を。おら。やろよこら。いやもうこいつマジセコいもん。今のうち食いちぎっとけ。私のメメメンがやられちゃった。せっかく頑張って育てたのにな。いいか、仇は俺が必ず取ってやるからな。ありがとう太陽くん。も僕も仇撃つよ。あんたにできる。マメマメ、今のは悪いぞ。ジュニアだってでき、ジュニアが一番強いから、ね、言っとくけど。っていうかなんでアジオが一番悪いみたいな感じになってんの。なんとこの世界のどこかに31種類目の伝説の最強モンケシがあるらしい。マジ？どうやらとんでもない乗り物モンスターらしいぜ。欲しい。乗り物モンスター？乗り物モンスター僕欲しいよ。それお前には渡さねえ。豆も欲しい。味をも欲しい。何？伝説のモンケシ？無言モンケシ。やったー、僕のスーパーワンはない。エタなバスザローカル、あいつ強いんだよな。いけるか、いけるか。スーパーワンはない。このバスザローカル絶対的にワンはない。緻密だったじゃん。僕のスーパーワンワンラインでこのバスザローカルを手に入れる。乗り物モンスターこれじゃねえの。とんでもない乗り物モンスター言ったのは。バスザローカル強いぞマジで。欲しいんだけどこれ全然倒れねえもん。やば、倒れろバスザローカル。よし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 。ダメ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 。よっしゃ、いただき。僕のスーパーワンはない。もう横向くんずるいじゃん。ずるいじゃん。よし、行くぜ。もうマジでそのバスダローカルさえあればもう全モンケシ制覇できる気がすんの。よこせよそれ、バスダローカルよこせよ。よしよしよし、やったぜ。僕のスーパーワンはない。またやまたや。もう帰る。知らん。もうマジで最悪。もう僕がいくらモンケシ集めたとてやんか。集めたとて全然全然みんなに取られてしもって。お前らモンケシ返せよ本当に。なんかいるかな。僕もカマキリ欲しいなと思ってるんだけど。チェ、何にもいないや。カマキリどこにおんの。あ、見つけた。見つかった。まだ遊びたいよ。まだ遊びたいよ。俺に文句があるならさ、俺が来ない道を探してそっちを歩けばいいんだよ。もうおっさんどこにでも現れる。古城の秘密には本当にびっくりしたな。びっくりしたな。橋を作らなくても行けるようになってたなんて。財宝はなかったけどね。でも俺たちはもっと大切なものを手に入れたんだぜ。なんだっけ。はぁ、わかんねえのかよ。友情だよ友情。まあそうだね。じゃあ今までは。へっ、そんなもんないね。嘘、今までなかったの。怒ったわ、エンちゃんがシュンってなったやん。それにしてもまだまだ頑張って走れたし、うん、俺の若さも捨てたもんじゃねえな。そうだね、おっちゃんも全然頑張れた。誰もあなたを捨ててなんかいませんよ。大事な人なんだから。いいな。え、そうなの。うん、夏は私の代わりに蚊に刺されてくれるし、冬の寒い日なんか一緒にいるとストーブ代の節約にもなるし。あ、そうですかそうですか。ねえ、宝物は本当になかったの。まだちゃんと探してないだけなんじゃないの。え、そうなの。宝物あったのかな。確かにそうかもしれない。私はもうちょっとだけ探してみることにした。そうだね。あ、ご飯冷めちゃうよ。そりゃ大変。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。いやでもなんか良かったな。おばちゃんがね、おっちゃんのこと大事にしてるよ。ああやって言ってたけど
すごい特別な存在だよね、それって。いや、最高だったな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ、今日も風呂ガチャに参るか。でも最初キミコが入ってるパターン超多いからな。おばちゃん、池の水が抜けた時溺れそうにならなかった？うん、怖かったと思うよ。あまり危ないことはしないでね。うん、まあ、普通だったらここで二度と外に出ていくなって言われるけど、この時代だからね、もう好き勝手させてるよな。太陽教祭、友情芽生えた。みんなで力を合わせればどんなことでも解決できる。今回それが本当によく分かったって。そういえば、古城の鍵のついた扉の近くに何やら気になるメッセージが残されていたんだけど、早く言え。僕ちゃんも気づいてない。嘘、早く言えよ。そういうことは、キミコどこ行ったんだろうな。いないな。多分だけど風呂入ってんのかな。ちょっとキミコの風呂タイムの間に姫ちゃんがいたらな、返してあげたいんだけど。あ、これキミコか。風呂入ってなかったんだ。夏の夜の海ってなんだか胸騒ぎがするんです。どうしたの？自分が何かに夢中になって溺れてしまう、そんな予感のような淡い胸騒ぎです。何言ってんの？こんなとこで寝ぼけてたら本当に海で溺れちゃうよ。全然響いてない。早く手紙渡してやれよ。え、手紙渡さなくていいのかな。キミコ手紙あるんだけど。出た、もう胸騒ぎ、もう胸騒ぎキミコなんだけど。ずっと60円分も貯めてきたので、いや、所持金150円だって。もう消し買うか。モンスターチョコください。で、おじさんこのお店のコロッケを一番たくさん食べてるんだ、あれ俺かな。はい、マイナリー。ああ、まあ売れ残った分は多分晩ご飯に出たりするよね。だから食ってくれって感じなんだろうな。個人戦に必要なのは何よりもとにかく強い虫の存在だ。道場で鍛え、そして試合で技を習得させる。これさえちゃんと覚えておけば、もうお兄ちゃんに金棒だね。お兄ちゃんそんなに大したことじゃないよ。ジュニアにとってはお兄ちゃん最強だもんな。なんかわかるな。お兄ちゃんって最強に見えるよな。あ、ちょうどさ、体力もないから、今のうちにちょっとモンスターチョコ食って、もんけしゲットするわ。なんかいるかな？カマキリいるかな？チェ！くそ。何にもいないや。何にもいねえし。え？嘘。賞味期限切れとかあんの？早く言ってよ。超腐ってんじゃん、汚い。チョコ食うか。あれはいざとなった時のために賞味期限切れのやつは食べますけど。僕はモンスターチョコをガツガツと食べた。じゃりーんって何ゲットしたんだい？お、モンスター消しゴム、黙々 G を手に入れた。かなり珍しいもん消しや。え、黙々 G 手に入れたんだけど、これは僕のレギュラー入りになるんじゃない？お、黙々 G、森の奥に隠れ住む、頑固一徹老人、他人と関わるのは嫌いだが、そんな場合じゃない。これ黙々 G、でも安定感悪そう。明日使ってみっか。あれ、おっちゃんがなんか庭に出てる。何してんの？おっちゃん、よくあそこまで完璧に全ての謎を解いたな。なんだって僕たち頑張ったもん。みんなで力を合わせたんだ。いや、ほんと頑張ったよな。そっか、それでこそこっち島少年探偵団の血を継ぐ者たちだ。あ、これでこっちって読むんだ。偉いぞ。ありがとう。それを言われるためだけに頑張ったとこありますからね。シャキーン。それ好きな、お前。調子に乗った時するよな。じゃあ風呂入るか。さあ、今日の風呂ガチャは誰が入っているでしょうか。お前かい。とか泳ぐところないだろう。プールあるもん。あ、そんなもの俺は認めないね。いや、でもプールあるもん。お前が認めなくたって、プールあるんだ。流れるプールがあるんだよ。あ、眠らった？あ、眠らった。もうラジオ体操間に合わないじゃん。結局キミコに手紙渡せなかったんだけど。絵日記書いてさっさと寝ようね。はい。うん、おばちゃん、おやすみ。おやすみ。さあ、8月21日。いや、もう8月も後半に来ましたね。伝説の門消しあるらしい。いや、これ超欲しいんだけど、すぐに僕のものになる。
絶対僕の棒にしてやっからな。おじちゃんまだまだ若いな。いやこの話すごい良かったね。僕の家来にしよう。いやおばとも仲良しだったね。最高だったよ。くっついてるんだってね冬は。お、もくもくじい。もくもくじい手に入れたよ。いやいい日だったな今日は。明日ちょっともう一回キミコと姫ちゃんに声かけてやれるかどうか、まあ定規セット返すのと手紙渡すのと、もう一回古城の方行ってみるか。ついにもう誰も起こしてくれなくなった。いいよ別に。別にいいしね、町村の生活いつもそれだし。じゃあいただきます。誰も起こしてくんないし。いただきます。いただきます。いやいい朝ごはんですね。誰も起こしてくれなくともね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今年はクラゲが少なくてよかったね。あ、そうなんだ。毎年盆を過ぎたらクラゲが出るし、年によってはフカが出るから。フカって何？あまり泳ぐなって言われてるけど。ねえ、フカってサメでしょ。あ、そうなの。春サメってサメのどこなの。え、春サメどこだっけな。こら、春サメはサメじゃないでしょ。じゃあちゃんと教えてやれよ。春じゃないですか。なんだよ春って。稲葉の白ウサギの本にはワニが書いてあるけど、昔はサメのことワニとも言ったんだね。へえ。解散。誰か反応してやるよバーニー。お魚って不思議よね。夜はどうやって寝てるんだろう。浮かんでんじゃない。水の中で寝ちゃったら溺れちゃうと思うんだけどな。またなぜなぜさんなっとんな。アメちゃんに極秘情報を聞きました。トモコ姫さんは腕立て伏せを20回もできるそうです。お、それはすごいね。20回はしんどいからな、言うても。豆。その土の中に時々虫がいるんだけど、こんなに熱くて焼けちゃわないのかしら。不思議だわ。豆はずっと虫の話してる。じゃあこの中から好きな数字を選んで。今日も1個だけですね。こっち島の防波堤昼。昼。郵便局の前を右へ行くと防波堤に出られるんだ。誰かがお魚、あー、絶対おっちゃんじゃん。当たってると思う？これ返さないでいいのかな、定規セットを。こんなに高そうな定規セット返さなくていいのかな。早くともこちゃんに返してあげようって言ってんのにな。で、これがきみこちゃんに来た手紙、郵便局で預かった。え、これ言って渡した方がいいの、早めに。なんで渡さねえの、こいつ。ねえ、さゆりさんに戻ってきてほしい。こいつ毎日来るし、いっぱい喋りかけてくるような。戻ってきてほしい？そうなんだ。まあな。いやーもう好きなんちゃうん。いや戻ってきてほしいな、さゆり。釣りやってて一番難しいことは、臆病な性格の魚を騙して釣り上げることなんだ。そういう意味でも一番面白いのはやっぱりチヌかな。黒鯛のことさ。ずっとチヌの話してんね。すごいじゃない。お、いいだこ、かわいい、この子。これ、顔。8月22日。小さい小さいタコ、少しかわいいタコ。いや、マジでかわいい、この子。東京に連れて帰ろう。これか？壁に誰かが書いたメッセージが残されている。昭和34年8月25日、こっち島少年少女探偵団。7名、ここまで到達。もう。この先には行けたのかな。いやでも行けたんだろうな、あの鍵が大事って書いてたからね。どっかに続き書かれてないかな。お、郵便ひげもいますね、夕方になったら。それにしてもあの池の水、あっという間に抜けてなくなっちゃったわね。もともとそういう設計だったんだろうよ。全部きれいに流れてしまった。まさに水泡と化したってやつだ。水泡だったんかな。ごめんね、全部抜いちゃって。これも全部なくなっちゃったのか。ああ、全然だ、まだ寄贈してないんだ。いちごのパック欲しいってずっと言ってるんですけど。やばい、虫相撲間に合うかな。ちょっと虫相撲のあれだけしたいの、強化だけしたいんですけど。今日おっちゃんが来ませんように、おっちゃんが来ませんように、おっちゃんが来ませんように。いける。あ、そういえば僕郵便局の近くでトモコ姫の定規セット拾ったよ。あ、ここで渡せるんだ。これあげる。ごめんね、遅くなっちゃって。あ、ありがとう、探してくれたの。
うん、歩いてたら偶然見つけたんだ。僕はトモコ姫にトモコの定規セットを渡した。あ、これでよかったんだ。僕くんが住んでるところって近くにデパートなんかもあるの？あるんじゃない？東京だったら。あるよ。僕デパートの屋上好きなんだ。お、都会マウントですね。やるぞ、黙々 G。黙々 G の強さ、見せてもらおうじゃん。いけ。黙 G。バランス悪そうな黙 G、倒せるよな。お、強い黙 G！ 黙 G のヒゲの部分でツンってしてる。倒れなければ。土台っていうか上の安定感はないですね、木地。ああ、だろうな、木地、木地、スモールキャリアとやり合うのはだいぶそれは雑魚よ。レアだけ、レア度が高いだけでお前は雑魚だ。僕の木木地。ちょっとおっちゃん来るまで虫捕まえてみっか。全然なんか、最初に捕まえてたものの途中からもう一向に捕まえなくなっちゃったから。赤盾派やったぜ。ガザミ。あ、あ、ご飯だよ、ご飯。あ、虫捕まえてたのに。うわ、山盛りだ。じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。すげえ山盛りご飯、いいな。お腹空いてきちゃった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。で、無言解散ね。こいつはいつになったらキミコにお手紙渡そうと思うんだろう。おばちゃん、僕くん絵日記たくさん書いてますか？はい、もうちゃんと書いてます。何か印象に残ったことがあったらすぐに絵日記に書いてごらん。夏休みの過ごし方変わると思うよ。そうだね、もういかんせん、やっぱりこういろんなイベントを見たいから冒険メインにはなってるんですけどね、僕は。あ、宿題が溜まってんな。あ、いっか、9月になったら死ぬ気でやればきっとなんとかなるはずさ。9月はもう締め切り5なのよ。マジで怒られる。でもキミコはいない。風呂入ってんだから。でも最近海にいたりするからな、あいつ。都会にいても毎日毎日夜空の月を見上げる習慣があれば大自然を身近に感じて生活することができるんだ。都会住んだことあんの？うーん、と盆休みにかよおばちゃんが言ってたよ。なるほど、かよちゃんが言ってたならそれは間違いないな。ねえおじさん、このお店で売ってるものってどこで買ってきてんの？これは業者が来て置いてってくれるんだ。置いてく？誰かの忘れ物だったんだ。そんなので商売してんのかよ。はい、無視。いいか、25日が団体戦、そして26日が個人戦。この2つだけは忘れんなよ。大会で優勝しないともらえない商品もあるんだってさ。商品があるの？そういうこと言われると欲しくなるっていうかね。出てこい75号。昨日忘れてたぜ、来るの。家の裏のみかん畑にまた子供が忍び込んだんだ。一体誰なんだろう。お前なんか知ってる？あ、よく見たらお前にそっくりだな。バレてる。バレてる。遠回しに責められた。おい、出てこい75号。そうやって子供を責めるのよくないぞ。さあ、今日の黒ガチャ、一体誰や？あ、姉ちゃん、背中流してあげよっか。恥ずかしいからいいよ。お前遠慮すんかよ。え？どうしたの？はあ、オタクが後から入ってきたのに恥ずかしいってどういうことやん。確かに。こいつマジでわけわかんないよな。ひみこがいないのは2階に行ったりしてんのかな。ちょっと行ってみるか。お、いないな。にしても爆音でなんかかかってんだけど。うるさいんだけど、ここ。どこで何がかかってんだよ。あ、着替えれんの？今更ですけど、夏休み後半に。上半身、白無地、裸。裸とかできんじゃん。あ、白無地いいじゃん、これ。海パンパン。あ、これいいじゃん。あー、これだな。これでいいわ。最高の夏がまた始まったぞ。あ、眠なってん。違う、今寝ようとしたんですよ。違うんす。絵日記書いて、さっさと寝ようね。違うんす、着替えてただけなんです、うん、僕。おやすみ。おやすみなさい。
アルサメは言ってたな朝。アルサメはサメのどこだろう。もしかすると目玉かな。気になって眠れない。あんだけ眠そうだったくせに。これが一番面白いけどな、アルサメは。先生もびっくりするだろうな、こんな日記。まあでも着替えてきたから、明日からニュー味をとしてね、やっていこうと思う。たまに名前わかんなくなってきちゃうんだよな。